ロシア帝国は、1721年11月から1917年9月までに、存在した帝国である。ロシアをはじめ、フィンランド、リボニア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、ポーランド、カフカーズ、中央アジア、シベリア、ソト、満州などのユーラシア大陸の北部を広く、支配していた。帝政ロシアとも呼ばれる。1917年の時点で、 ロシア帝国はオーストリア・ハンガリーに次ぐ2番目に大きなスラブ国家であった。通常は1721年のピョートル一世即位からロシア帝国の名称を用いることが多い。統治オ家のロマノフ家にちなんでロマノフ長とも呼ばれるがこちらはミハイル・ロマノフがロシアツアーリ国のツアーリに即位した1613年を成立年とする。 ロシア帝国の領土君主がツァーリを名乗ったそれ以前のロシアツァーリ国においてもロシア帝国と翻訳されることがあるがロシア語ではツァーリとインペラートルは異なる称号であるため留意を要する。帝政は1721年にツァーリピョートル一世が皇帝を宣言したことに始まり第一次世界大戦中の1917年に 起こった2月革命でのニコライ2世の大位によって終焉する。領土は19世紀末の時点において、後のソビエト連邦の領域にフィンランドとポーランドの一部を加えたものと、ほぼ一致する面積2000万平方キロメートル超の広域に及び、1億を超える人口を支配した。首都は七百十二年まで、伝統的にモスクワ国家の主婦であったモスクワから、 サンクトペテルブルクに移され、以降帝国の終末まで帝都となった。政治体制は皇帝による、先制君主制であったが、帝政末期には、国家基本法が交付され、国家評議会と、ドゥーマからなる二輪制議会が設けられて、立憲君主制に移行した。20世紀初めの時点で陸軍の規模は、平時110万人、戦時450万人であり、 ヨーロッパ最大であった。海軍力は長い間世界第3位であったが、日露戦争で大損失を出して、以降は世界第6位となっている。宗教は、キリストノリマサ教会が国境ではあるが、領土の拡大に伴い、大規模なムスリム社会を内包するようになった。その他フィンランドやバルト地方のルター派。 旧ポーランド・リトアニアのカトリックそしてユダヤ人コミュニティも存在した。ロシア帝国の親民は、貴族、聖職者、名誉市民、商人、町人、職人、カザークそして農民といった身分に分けられていた。貴族領地の農民は人格的な霊属を強いられる濃度であり、ロシアの濃度性は1861年まで維持された。 シベリアの先住民や中央アジアのムスリムそしてユダヤ人は遺族人に区分されていた。ロシア帝国ではロシア歴が使用されており、文中の日付はこれに従う。ロシア歴をグレゴリオ歴に変換するには17世紀は10日、18世紀は11日、19世紀は12日、そして20世紀では13日を加えると良い。 1866年のロシア帝国領域1800年から1917年までに保護領、咀嚼地、占領地などとした地域勢力圏20世紀初め時点のロシア帝国の規模は世界の陸地の6分の1にあたる約2280万平方キロメートルに及びイギリス帝国の規模に匹敵した。しかしながら、この当時は人口の大半が ヨーロッパ・ロシアに居住していた。100以上の異なる民族がおり、ロシア人は人口の約43%を占めている。現代のロシア連邦のほぼ全領土に加えて、1917年以前のロシア帝国は、ウクライナの大部分、ベラルーシ、モルドバ、フィンランド、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、中央アジア諸国のカザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、 トルクメニスタン、ウズベキスタン、リトアニア、エストニアとラトビアの大部分だけでなく、ポーランドとアルダハン、アルトビン、ウードル、カルスの相当の部分、そしてオスマン帝国から併合したエルズルムの北東部を含んでいた。1860年から1905年にかけて、ロシア帝国はトゥバ、カリーニングラード州そしてクリル列島を除く、現在のロシア連邦の全領土を支配した。 サハリン州南部は1905年のポーツマス条約により日本に活上されている。全ロシアの皇帝の称号を贈られるピョートル一世。ボリス・コロコブが1613年に全国会議がミハイル・ロマノフをツァーリに選出したことによって300年続くことになるロマノフ朝が開かれた。その孫にあたるピョートル一世は近代化改革を 断交して先制体制を確立させた1721年、大北方戦争に勝利した、ピョートル一世に対して、元老院と衆務院が皇帝の称号を送り、国体を正式に帝国と宣言し、対外的な国号をロシア帝国と称したことにより、ロシア帝国が成立する。ピョートル一世の死後、女帝と妖帝が続き、保守派によって改革が、 軌道修正されることもあったが、ロシアの領土と国力は着実に増しており、エリザベータの時代に参戦した7年戦争では、プロイセンを破滅寸前に追い込んでいる。エカチェリーナ2世。ビジリアス・アリクセンがクーデターにより、オットピオトル3世を排位して即位した。エカチェリーナ2世は、啓蒙主義に基づく統治を志したが、結果的には、 貴族の前世時代をもたらす施策を行っており、濃度性を強化している。彼女の知性にロシアは、西方では、ポーランド分割に参加し、南方では、オスマン帝国との戦争に勝利して、クリミア半島を半島に加え、ロシア帝国の領土を大きく拡大した。次のパーベル一世は、母ミカドを否定する政策を取ったが、クーデターによって殺害された。 行為を継承したアレクサンドル一世は自由主義貴族やスペランスキーを起用して改革を志したが保守層の抵抗を受けて不十分なものに終わっている。彼の知性はフランス革命戦争やナポレオン戦争の時期であり列強国となっていたロシアもヨーロッパの戦乱に巻き込まれた。ロシアに侵攻したナポレオンに壊滅的な打撃を与えた。 アレクサンドル一世は新生同盟を提唱し、戦後のウィーン体制を主導している。アレクサンドル一世の休止によって即位したニコライ一世は、その直後にデカブリストの乱に直面した。乱を鎮圧したニコライ一世は、先制、政教、国民性の標語を掲げて、国内の革命運動、自由思想を弾圧し、国外でも反革命外交政策を取った。 オスマン帝国との戦争に勝利して、バルカン半島への影響力を広げたが、地政末期のクリミア戦争では、イギリスとフランスの介入を招く結果となった。ニコライ一世は戦争中に死去しており、定位を継いだアレクサンドル二世は、不利な内容のパリ条約の締結を余儀なくされた。アレクサンドル二世は、ロシアの更新性を克服するための改革を志し、 1861年に、濃度解放令を発布したが、地主貴族に配慮した不十分なもので、社会問題は解消されなかった。これ以外にも、地方行政、司法、教育、軍政の諸改革が実施され、一連の改革は、大改革と呼ばれる。オスマン帝国とのロト戦争に勝利して、バルカン諸国の独立を実現させるとともに、 バルカン半島への影響力も拡大するが、警戒した列強国の干渉を受け、ベルリン会議で情報を余儀なくされている。国内の知識人の間では、革命思想が広がり、ナロードニキ運動が起こった。政府はこれを弾圧するが、アレクサンドル2世は、革命派の爆弾テロで暗殺された。皇帝専用列車内で、大臣や将軍らに退位を表明する、ニコライ2世。 父の暗殺によって即位したアレクサンドル三世は反動政策を行い革命運動を弾圧したが彼の時代にロシア経済は大きな躍進を遂げている。最後の皇帝となるニコライ二世は先制政治を維持したが日露戦争の敗北によって1905年革命が起こり国民に大幅な譲歩をする10月証書への署名を余儀なくされた。 10月証書によってドゥーマが開設され、ロシアは国家基本法の下で立憲君主制に移行したものの、依然として皇帝権が国会に優越したものだった。ストルイピン首相が強権を伴う国内改革を断行したが、中途で暗殺されて終わり、ロシアは国内が不安定なまま第一次世界大戦を迎えることになる。ロシア軍は、 初戦で惨敗を喫し、ドイツ軍がロシア領に深く侵攻した。ロシアはドイツ、オーストリア・ハンガリー、オスマン帝国との総力戦を戦い、2年間の戦闘で530万人もの犠牲者を出している。国民と兵士に沿線気分が広まり、1917年に首都ペトログラードで労働者が放棄する2月革命が起こった。 兵士は労働者の側について、老兵ソビエトを組織し、権力掌握に動いた。国会議員団は、ニコライ二世に退位を勧告した。ニコライ二世はこれを受諾し、ロシアの帝政は終焉した。全ロシアの皇帝かつ先制者であると表示している、ロシア帝国の大紋章。1613年に、ミハイル・ロマノフが、サーリに衰退されて、 以降、1917年に帝政が終焉するまでの、およそ300年にわたりロマノフ家が、ロシアの君主であり続けた。ホルシュタインゴットルプ公だった、ピョートル三世が即位して、以降は、ホルシュタインゴットルプロマノフ長とも呼ばれる。1721年に、ピョートル一世は称号を、サーリから変えて、全ロシアの皇帝タルを宣伝した。 彼の後継者たちも1917年の2月革命で、帝政が打倒されるまで、この称号を保ったが、一般的には、サワリとも呼称されていた。1905年の10月少々以前、皇帝は、絶対君主として君臨しており、基本法第一条は、ロシア皇帝は、独裁にして、無限の権を有する君主であり、主権の全体は、 帝の一心に集中すると規定している。皇帝は次の二つの事項にのみ制約されていた。一つは皇帝とその配偶者はロシア正教会に属さねばならない。もう一つはパーベル一世の時に定められた定位継承法に従わねばならないことである。これ以外のことでは、 ロシアの先制君主の統治権は、いかなる法律にも制約されず事実上、無制限であった。この状況は1905年10月17日に変化した。1905年革命の結果出された10月、少書以降、皇帝の称号は依然として、全ロシアの皇帝かつ先制者であり続けるが、1906年4月28日に制定された。 国家基本法は無制限の語を取り除いている。皇帝は自主的に立法権を制限し、いかなる法案も国会の承認なく法制化できなくなった。しかしながら皇帝は国会の解散権を有しており、彼は一度ならずこれを実行している。加えて皇帝はすべての法案に対する拒否権を有しており、国家基本法を自ら改正することもできた。 大臣は皇帝に対してのみ責任を負っており、国会は問責はできるが、解任はできない。このため、皇帝権は、ある程度は制限されたものの、訂正が終焉するまで強大であり続けた。ロシア皇帝は、フィンランド大公を呼び、ポーランド国をお兼ねていた。国家基本法第59条は、 ロシア皇帝の正式名称として君臨する50以上の地域名を列挙している。歴代皇帝ロマノフ朝のケーズ・サンクトペテルブルクの東急は1732年から1917年までロシア帝国の皇宮であった。現在はエルミタージュ美術館の一部になっている。バシリー・セドブニ公部が1840年代。 1913年に盛大に祝われたロマノフ朝300年祭。この4年後にロマノフ朝は滅亡した国家評議会。1906年撮影。アレクサンドル一世の時代にスペランスキーの改革の一つとして1811年に設置された国家評議会は法律の立案及び反腐に関して君主に参与すべき審議官である。 国家評議会が法案を審議し、皇帝は多数決によるその意見を傾聴し決定することになっていたが、実際には決定は皇帝の意思によった。1890年時点の国家評議会は直線議員60名から構成され、議長は皇帝へもしくは大臣委員会議長その他直線された者が務めた。 1906年2月20日の国家、基本法施行により、国家評議会はドゥーマに関連付けられ、立法機関の上院の役割を果たすこととなった。これ以降、立法権は、皇帝が任意と調整した上で実行されることになる。国家評議会はこの目的のために再組織され、直選議員98名、公選議員98名の、 1> 計1 9 6議員で構成されることとなった。直任される大臣は国家評議会出身者である。公選議員は6議席が政教会関係、18議席が貴族団、6議席が科学アカデミーと大学関係者、12議席が商工ブルジョアジー、34議席が県ゼムストボ、22議席がゼムストボの内県の大都市所有者であった。 国家評議会は立法機関として、ドゥーマと同等の権限を有していたが、立法を率先することは稀であった。任意の一つとなった国家評議会は保守派の画像となり、ストルイピン大臣会議議長の土地改革に抵抗している。ドゥーマ。1917年撮影。ドゥーマは1905年の10月少々により創設された大義政議会である。 ロシア帝国の立法機関は任意制で国家評議会が上院、ドゥーマは下院に当たる。議員数は1907年の時点で442人である。選挙方式は所有財産によって分けられた地主、都市、農民、労働者の4つのグループからなる複雑な間接選挙方式で地主やブルジョアジーに極めて有利な制度であった。 1906年4月23日に発布された国家基本法では皇帝は依然として先制君主と規定されており法案の拒否権とドゥーマの解散権を留保した大臣会議議長と大臣は皇帝の任命によるもので議会に対して責任を負う責任内閣制でもなかったまた予算審議権も戦時関係予算や直令 法律による歳入では、ドゥーマの管轄外であるなど、制約の多いものであった。1906年4月27日に開会された国会は、地主の1票が、ブルジョアジーの3票、農民の15票、労働者の45票に相当する選挙制度そして、政府の選挙干渉にもかかわらず、自由主義左派の立憲民主党が第一党となった。このドゥーマは、 立憲民主党が地主の土地の強制収容を含む大胆な土地改革を強硬に主張したために紛糾し、7月8日に軍隊が投入されて強制解散された。次の選挙には社会革命党とボリシェビキも加わり、その結果、社会主義諸派が議席の40%を占めるより、急進的な構成となった。 1907年2月20日に開会されたドゥーマは、ストルイピン大臣会議議長の土地改革に従おうと、せず、6月3日に解散された。ストルイピンは解散と同時に新選挙法を発布させ、これはさらに地主に有利な制度であり、地主の一票は、農民の260票、労働者の540票に相当した。 1907年11月1日に新選挙法の下で選ばれた政府よりの自由主義右派10月17日同盟を中心とするドゥーマが開会され、1912年6月9日までの会期を全うした。1912年11月に第3国会と同じ選挙法の下で選ばれた第4ドゥーマが開会された。 第4ドゥーマ中の1914年に第一次世界大戦が勃発した。戦争指導をめぐって政府とドゥーマとの対立が激化し立憲民主党や10月党左派、その他諸派の中道自由主義者が進歩ブロックを結成して新民内閣を要求している。1917年に2月革命が起こると議員たちは国会臨時委員会を組織して 権力掌握に動き、社会主義者の労働者、兵士ソビエトと、臨時政府を組織して、ニコライ二世に退位を求め、訂正を崩壊させることとなる。初代大臣会議議長、セルゲイビッテ大臣委員会は、国家の高等行政に関する事務を審査をする機関で、ある。アレクサンドル一世の改革の一環として、1802年に、それまでの参議会制に変わる。 象徴性が設けられると同時に大臣委員会が置かれた。ナポレオン戦争期にはその権能が拡張し、皇帝が出生中は国家行政事務のすべてを担った。ニコライ一世の時代に大臣委員会の権能が定められ、第一に各大臣及び元老院の権限以外の重要事項について協議すること。第二に公安、公共領職。 政協会の保護及び公共交通特に鉄道敷設の許認可に関することとなった。その他、地方行政の監督も大臣委員会の職責であった。1905年10月18日法により大臣委員会は改組され、皇帝を補佐する最高行政機関として大臣会議議長を長とする大臣会議が創設された。 これは、諸国の内閣に相当するもので、拡張大臣と主要行政機関の長によって構成される。1905年に、ロシア側全権代表として、日本とポーツマス条約を締結して帰国した、セルゲイ・ビッテが、初代大臣会議議長となった。旧元老院及び衆務院本部。サンクトペテルブルク、元老院広場。 1700年に、モスクワ総主教アドリアンが死去するとピョートル一世は、公認の選出を許さず、1721年に、正式に、総主教座を廃止し、ロシア正教会を統括する最高機関としての、衆務員を設立させた。基本法は、教会の政治においては、君主の独裁権は、衆務員を媒介として行動すべきものであると、規定している。 衆務員の職務は、第1に、教義の正当解釈と聖職者の監督そして、宗教出版物の検閲。第2に、宗教教育機関及び1885年に設置された教区小学校の管理。第3は行政もしくは、司法のすべての教会事務の最高法定そして、婚姻に関する事務の採決である。衆務員のメンバーは、 皇帝の代理人である俗人の宗務院総監と、モスクはサンクトペテルブルク、キエフのン府主教、グルジアのエクザルフそして幾人かの主教が交代で、務めた。1711年に、ピョートル一世は出生中に内政を預かる、元老院を設けて9人の議員を任命した。当初は、臨時の措置であったが、これが、常設化して、行政。 司法の執行に関する監督と立法を司る国政の中心機関となった。エカチェリーナ一世とピョートル二世の時代には最高数密院が権力を握り、元老院はこれに従属させられたが、アンナは即位直後に最高数密院を廃止している。エリザベータの時代に元老院は権力を回復した。その後、アレクサンドル一世の大事に委員会創設によって、 権限が減少して、主に最高司法機関として機能するものとなった。平成末期の元老院は、複数の部から構成され、法律の布告及び、解釈、地方行政官職の監督、行政裁判、商業裁判所そして刑事及び、民事の破棄員としての広範な権限を有していた。元老院は、帝国の行政に関わる全ての紛争に対する、 最高管轄権を有しており、とりわけ、中央政府の代理人と、地方自治機関との間の係争を取り扱っていた。また、元老院は、新法の登記と布告を審査する役割を持ち、基本法に反するものを拒否する権限があった。参議会があった E.R.R.1722 年から1744年、建築。サンクトペテルブルク大学敷地内。 ピョートル一世の行政改革の一環として、管轄範囲が明確でないイヴァニオン世以来の干渉が廃止されて、新たに北欧諸国の制度に習った合議制で運営される参議会が設置された。外務、陸軍、海軍を主要都市、都市、所領、司法、採出、監査、商業、工業、工業といった参議会が設けられている。その後、 参議会は、責任の所在が曖昧で、非効率になり、パーベル一世の時代に改革が試みられ、合議制から先決制に変えられた。彼の暗殺後に即位したアレクサンドル一世が、参議会を廃止して、陸軍、海軍、外務、司法、内務、大蔵通称、文部の八部の大臣を任命し、象徴性を発足させた。 帝政末期の20世紀初頭の時点では、以下の省庁が存在した。ピョートル一世の時代、1722年に14の関東からなる管理を呼び、軍人の委会が定められた。中東教育修了者は管理になることができ、昇格は勤務年数で決められており、九等間で1大貴族、4等間で世襲貴族になれた。 1899年時点の関東は以下の通り。ピョートル一世は当時の西欧で主流であった旧門主義手続きの司法制度を導入した。民事及び刑事の裁判は非公開手続きであった。すべての裁判は書面審理で行われ、判事は判決時にの未当事者及び傍聴人と対面した。 この非公開性と判事の報酬がわずかであったことが、組み合わさり、贈賄と汚職が蔓延することとなった。法廷の調査は、複数回あったが、悪行の回数を増やすだけであった。証拠書類は、法廷から法廷へと積み上げられたが、その書類を書いた、事務官だけがその用紙を語ることができる、類いのものであり、費用がかさんだ。これに加えて、 大量の直令法令そして、監修法により、法廷の運営は、より一層地帯し、混乱した。さらに、司法と行政の線引きはなかった。判事は、専門家ではなく、彼らは管理に過ぎず、偏見と悪徳が蔓延していた。訂正終焉まで続く、ロシア帝国の司法制度は、解放皇帝アレクサンドル2世の1864年直によって、 成立した。英仏の制度を部分的に取り入れた司法制度は、司法と行政の分離、判事と法廷の独立、公開裁判と口頭審理、法の前でのすべての身分の平等といった、いくつかの大まかな原則によって成立している。その上、弁護士制と陪審制の採用によって、民主主義的要素も取り入れられた。これらの諸原則による、 司法制度の確立は司法を行政の範囲の外に置くことにより、先制に終わらせ、ロシア国家の概念に大きな変化をもたらした。しかしながら、1866年のアレクサンドル2世暗殺未遂事件以降には、いくらかの反動が見られるようになった。1864年直例によって成立した制度は、 英仏形式の二つの完全に分けられた法廷からなり、各々が独自の上訴裁判所を有し、最高裁判所の役割を果たす元老院にのみ連携する。イギリス形式のものは選挙で選ばれた治安判事の法廷で民事刑事の軽微な事件を管轄し、軍治安判事会議に上訴できる。もう一つのフランス形式の任命された判事による普通裁判所は、 重要事件を扱い、陪審員の置かれた、地方裁判所、控訴院そして最高裁判所にあたる、元老院の三申請である。また、農民の軽犯罪、民事は、農村共同体の合裁判所において、旧来の監修法で裁かれる。これらとは別に聖職者の規律や離婚を扱う、宗教裁判所、そして軍人に対する軍法会議があり、政治犯は、 軍法会議で裁かれる。1914年時点のロシア帝国の行政区分。1914年時点のロシアは81県、20州そして1行政庁の行政単位に分かたれていた。ロシア帝国は中央アジアのブハラハン国とヒバハン国を保護国としており、1914年にはトゥバが加えられている。11県。 17州そしてサハリン行政庁がアジアロシアに属している。8県がフィンランド、10県がポーランドである。残りはヨーロッパロシアで59県と1州となる。ドン軍艦州は軍事省の管轄下にあり、その他の諸県州には知事と副知事が置かれていた。これに加えて複数の県を管轄し、 中流軍の指揮権を含む広範な権限を有する総督が置かれている。1906年時点でフィンランド、ワルシャワ、イルクーツク、キエフ、モスクワ、アムール、トルキスタン、ステップそしてカフカースに総督府が存在していた。サンクトペテルブルク、モスクワ、オデッサ、セバストポリ、ケルチ、ニコライフ、ロストフといった大都市は 県知事から独立した独自の行政制度があり、警察署長が長官の役割を果たした。中央政府の地方組織とともに、ロシアには行政の役割を果たす三つの公選による自治機関が存在する。農村共同体を基礎としたムラダンと里。ヨーロッパ・ロシア34県に置かれたゼムストボ。都市ドゥーマ。ミールとボロースチミールの集会。 セルゲイ・コロビンが1893年。その起源が定かではない農村共同体は、村ごとの農民の実組織である。ミールは、村長と、各世帯の課長たちからなる、村会を持ち、村の行政と司法、そして、高地の割り替えを行っていた。高地や森林、牧草地は、農民個人のものではなくミールの共同所有とされ、政府は、 ミールを利用して、徴税や不益を課しており、濃度解放後も、土地の共同所有は変わらず、かえってミールの役割が強化されることとなった。アレクサンドル2世の行政改革で、農村共同体を基礎に、地方行政の末端機関としての村団が組織された。いくつかの村団が集まって里を構成しており、村団の代表者による集会を持っていた。 この集会で合帳が選ばれており、また合裁判所が持たれ、ここでは、軽犯罪や、民事訴訟などを取り扱っていた。ゼムストボ、ゼムストボの昼食、グレゴリームヤソエドフが。1872年。貴族議員が食堂で食事をし、農民議員は屋外で食べている。アレクサンドル2世の行政改革の一環として、 1864年に34県とドン軍監修及びこれに属する軍に地方自治機関であるゼムストボが設置された。軍ゼムストボには住民によって選挙された軍会とこれに指名されたメンバーによる執行機関の軍参事会があった。県ゼムストボの見解及び参事会は軍会の代表者によって構成される。ゼムストボは地主。 都市居住民そして里が別々に大議員を選挙していた。参事会は次の5つの階級から選出された。590エーカー以上を有する大地主は一議席中小地主及び聖職者の代表裕福な都市住民の代表都市中3階級の代表、ボロースチから選出された農民の代表である。創設当初のゼムストボには地域の課税、教育、 保険、道路整備などといった広範な権限が与えられていたが、アレクサンドル三世の時代に厳しい制限を加えられている。この結果、軍ゼムストボは、県知事、県ゼムストボは、内務省に従属することとなり、ゼムストボの決議すべてに、県知事、内務省の同意が必要とされ、県知事と内務省は議員たちを統制する強力な権限を有するようになった。 ゼムストボの選挙人資格には財産規定があり、このため、軍会、県会ともに大議員は、貴族、事務士が常に優勢であったが、1870年代以降、ゼムストボは、立憲制を求める自由主義者たちの拠点と化しており、1906年に、開設された国会の自由主義政党の母体となった。都市ドゥーマ1870年の新都市法の、発布以降、 ヨーロッパ・ロシアの市当局は、ゼムストボと同様の大犠牲都市自治機関を持つようになった。家主、納税している商人、職人、労働者は、資産量の順番にリストに記載されていた。財産所有評価によって3つのグループに分かたれ、当然各グループの人数は大きく異なるのだが、各グループの人数は大きく異なるのだが、各々が同人数の都市ドゥーマ議員を選出する。 行政部は選挙された市長や都市ドゥーマから選ばれたメンバーによる都市参事会が取り行った。しかしながら、アレクサンドル3世の知性にゼムストボと同じく都市ドゥーマは県知事や警察に従属させられた。1894年と1895年にシベリアとかフカースのいくつかの都市に都市ドゥーマが設けられている。17世紀末。 ピョートル一世時代の兵士、カシカン将校。18世紀半ば、エカチェリーナ二世時代の兵士。1812年のボロジノの戦いでのロシア兵。17世紀末時点のピョートル一世の、ロシア帝国軍は、約16万の兵力を有しており、この規模は、他のヨーロッパ諸国の軍隊と比べて、遜色ないものであった。だが、 大北方戦争初戦のナルバの戦いで、ロシア軍は、カール12世のスウェーデン軍に惨敗を喫してしまう。この後、カール12世が、ポーランド・リトアニアザク先制圧に転戦したため、ピョートル1世は軍隊を再建する余裕を得ることが、できた。ピョートル1世は、教会の金を潰して、大砲を制作するとともに、都市民や農民を対象とした本格的な徴兵を、 開始した。これ以前にも、臨時の徴兵は行われていたが、租税民である農民を対象とした向上的な、徴兵制度は初めてであった。20世帯につき1人の兵士教室が、各村に命じられたが、兵役は25年であり、事実上障害にわたって村から切り離されることを、意味しており、過酷で、死亡率の高い軍隊勤務は貧農に押し付けられる、傾向が強かった。 兵士の大能は後を絶たなかったが、それでも、ピョートル一世は、この徴兵制によって、年間2万人以上の新兵を得ることができた。貴族の国家勤務差別を強化して、将校の要請を行い、不足は外国人を雇用していたが、1721年の段階でほぼ、ロシア人将校で充足することができるようになっている。陸軍参議会、海軍参議会、 砲兵艦長、兵艦部そして参謀本部が設けられ、軍事行政も整備された。これら軍政改革で強化されたロシア軍は、ポルタバの戦いで、ロシアに侵攻したスウェーデン軍を壊滅させ、大北方戦争を勝利に導いた。18世紀のロシア軍は数字にわたる、オスマン帝国やペルシアとの戦争に勝利して、領土を拡大させ、7年戦争では、 フロイセンをフリードリヒ2世を破滅寸前に追い込んでいる。19世紀のナポレオン戦争では、ロシア軍はアウステルリッツの戦いやフリートラントの戦いでナポレオンに敗北したものの、ロシア遠征に向かったナポレオンに壊滅的な打撃を与え、最終的な勝利者となったアレクサンドル1世はヨーロッパの救済者と呼ばれた。 ヨーロッパの憲兵と呼ばれたニコライ一世は欧州政治に積極的に介入し軍事力を持ってポーランドやハンガリーの革命運動を粉砕している。しかしながら指揮官の大部分を占める貴族出身の将校で有能なものは一部であり兵士出身の将校、可視官は教養が低かった。ピョートル一世以来の徴兵制度は25年の 兵役を課して社会から切り離すものであり、農民にとっては、刑罰同然のものと考えられ、兵士の待遇は劣悪であり、貴族の将校は兵士を、喉と同様に扱い、軍隊内での体罰や病気での死亡率も高かった。クリミア戦争が勃発した時点のロシア軍は、将校27,745人、歌手官邸112万人で、ヨーロッパ最大の規模であった。 だが、装備は旧式で、砲弾も不足しており、加えて、国内の鉄道網が未整備で軍隊の急速な展開が不可能な状態にあった。ロシア軍は、セバストポリ行為戦で、英仏軍に敗れて、国会の非軍事化を含む、屈辱的な内容のパリ講和条約を結ばされ、ヨーロッパ最強国の自尊心は打ち砕かれた。19世紀半ば、 アレクサンドル2世時代の騎兵と不評。敗戦後、アレクサンドル2世は、大改革と呼ばれる、農度解放を含んだ、行政改革を実施しており、軍政改革もこれに含まれる。この当時、ドイツやフランスの軍隊は、国民男子全員に兵役を課して、軍隊経験を積ませる、国民海兵であるのに対し、ごく一部の国民に、 長期の兵役を課す、濃度性、身分性的なロシアの軍政は、幅広い予備兵力層を書いており、時代遅れなものになっていた。軍事大臣、ミリューチンは、軍政の近代化に着手し始め、まず、軍隊内での体罰は禁止された。1861年に、兵役は16年に短縮され、1874年には、国民改兵制が施行されて陸軍は、 兵役6年に予備役9年、海軍は兵役7年に予備役3年となった。もっとも家族状況による兵役免除もあって実際の召集率は対象者の25から30%程度に止まっており、また学校教育を受けた者は兵役期間を軽減される規定により裕福な特権階級層は事実上兵役を免れている。初等兵学校 中東兵学校そして士官学校といった教育機関が整備され、貴族以外からの将校への道も広げられた。軍事行政は総合参謀本部と7つの軍事最高機関が設けられ、各部門の長による軍事評議会が組織された。ロト戦争でロシア軍はバルカン半島とザカフカースでオスマン軍と戦い、苦戦の末に プレベン要塞を陥落させて、イスタンブールに迫った。オスマン帝国は、サンステファの条約によって、バルカン半島の大部分の創出を余儀なくされ、ベルリン会議を経て、モンテネグロ、ルーマニアそして、セルビアが独立、ブルガリア公国が成立している。アレクサンドル三世の時代には、総動員に必要とする日数の短縮、戦時における騎兵の即応性及び、 ゲバ風評戦闘への適応、国境地帯の要塞及び鉄道網の強化そして、砲兵及び市長隊の強化が図られている。第一次世界大戦開戦時のロシア軍不評。皇帝がカザシ大根に礼拝する将兵たち。大戦中、ニコライ二世は最高司令官を務めていた。1914年から1917年撮影。ニコライ二世の時代には、 アジア方面の戦力と即応性が強化され、民兵も再編された。日露戦争開戦時、シベリア鉄道は、バイカルコウカ区間が未開通であったため、ヨーロッパロシアからの兵員輸送に時間を要し、領食の一部は、現地調達に頼らざるを得なかった。戦術思想は、銃剣突撃に固執して、銃剣を固定した小銃を用いた結果、射撃精度が低下しており、 運用もナポレオン戦争と大差ない密集体系による一斉射撃だった。機関銃は配備されていたがその価値が認められるまでには時間を要した。兵士は根区欠乏になれ皇帝を素朴に崇拝しており困難な状況でも頑強に戦ったが戦争目的を理解していなかった。将校の質はギワダン事件の際にイギリス軍主管から ロバに引きられた、ライオンと酷評されたもので、一部を除けば無気力で、能力も低かった。ロシア陸軍は、日本陸軍の攻勢を前に交代を繰り返すことになり、旅順要塞を疾患し、法展開戦でも敗れた。この敗北が1905年革命を引き起こすことになった。この時期のロシア軍は、正規兵、カザークそして民兵に大まかに区分される。 1911年時点の平時戦力は、将校4万2000、平110万人であり、戦時戦力は、将校7万5000人、平450万人になっていた。この兵力に、ほぼ無尽蔵な人的資源を加味すると第一次世界、大戦開戦時のロシア軍の規模は、ヨーロッパ最大であったが、鉄道網の慢性的な不効率は、 ロシアの潜在的戦力を大きく減じていた。高級司令部と兵端部は、汚職と不効率によって、ひどく弱められており、工場生産の不備から、武器弾薬が不足していた。将校の質的な弱点は改善されない上に、数が不足していた。近代装備についても通信システムが未整備で、師団司令部が、平分で、無線連絡を交わし合うありさまであり、 軍の自動車は700台に満たなかった。第一次世界大戦が開戦すると、ロシア軍は、ドイツ軍の予想よりも早く動員を得て主力が、不在の東プロイセンに攻め込んだが、単年ンンベルクの戦いで、包囲殲滅され、大損害を出してしまう。ロシア軍は、ドイツ軍の攻勢に敗走を余儀なくされ、ポーランド、リトアニアそしてベラルーシ西部を占領された。対戦は、 ドイツ軍、オーストリア・ハンガリー軍、そしてオスマン軍を相手の総力戦となり、ロシア軍は1400万人もの動員を行ったが2年間の戦闘で530万人の犠牲者を出している。軍の士気は低下して、沿線気分が広まった。1917年に首都ペトログラードで2月革命が起こると兵士たちは皇帝の命令に従うことを拒否して放棄した。 労働者の側につき、老兵ソビエトを組織して、帝政打倒を訴え、ロシア帝国を崩壊に追い込むことになる。1712年に竣工したロシア、海軍早々期の戦列艦ポルタバ19世紀、前半の戦列艦インペラートル、アレクサンドルロシア海軍は、ピョートル一世によって作られた。1695年に、オスマン帝国の属国クリミア半国領の、 アゾフ要塞攻略に失敗した、ピョートル一世は、モスクワ近郊の町やボロネジで平底川船1300艘、ガレー船22艘、河川4艘の艦隊を建造し、1696年に、この艦隊を用いて、海上補給路を立ち、3ヶ月の包囲船の末に要塞を落とし入れて、念願の海への出口を手に入れた。 スウェーデンとの大北方戦争では占領したイングリアやバルト地方にクロンシュタットをはじめとする造船所を作りバルチック艦隊を建造したバルチック艦隊はガングートの海戦やグレンガム島沖の海戦でスウェーデン艦隊に勝利してバルト海の正海権を確保し戦争の勝利に貢献したエカチェリーナ2世の時代の第一次ロト戦争では クロンシュタットを発したオルロフ提督率いるバルーチック艦隊がジブラルタル海峡を経て地中海に入りオスマン艦隊を撃破してロシアの海軍力を固示している戦争に勝利してクリミア半国を併合したエカチェリーナ2世はポチョムキンを診療度総督に任命してクリミア経営に当たらせたポチョムキンはセバストポリを根拠地とする国会艦隊を創設する その後に発生した第二次ロト戦争やアレクサンドル一世の時の第三次ロト戦争でもロシア艦隊とオスマン艦隊は戦火を交えている。ニコライ一世の時代に入るとギリシャ独立戦争に介入したロシアは地中海に艦隊を派遣して英仏と連合艦隊を組みナバリノの海戦でオスマンエジプト連合艦隊を撃滅しておりこの勝利により ギリシャを独立へと導いている。1853年にロシアとオスマン帝国は再び開戦した。開戦早々にナヒモフ帝徳の国会艦隊がシノプ港に停泊していたオスマン艦隊に奇襲をかけて全滅させ港湾機能を破壊した。開戦には勝利したが英仏の新聞がシノプの虐殺と報道したことにより 反ロシア的世論を煽る結果となってしまう。参戦した英仏連合艦隊が国会に入り、国会艦隊はセバストポリに牢上する作戦を取ったが、1年以上の包囲戦の末にセバストポリは陥落し、国会艦隊は降伏前に自陳した。パリ講和条約の条項により、国会の艦艇保有数に厳しい制限がかけられ、艦隊を配備することは禁じられた。 ロシア軍のモニター艦。1863年から1914年。クリミア戦争の敗戦後、アレクサンドル2世の弟コンスタンチン大公が艦隊の再編と近代化を指揮した。1860年代に搬送軍艦は姿を消し、蒸気軍艦が主体となった。 南北戦争でのハンプトンローズ海戦に関心を持ったロシア海軍は早速木造軍艦2隻を装甲艦に改装させ、さらにアメリカの装甲艦モニター号に類した沿岸防衛用のモニター艦を17隻建造している。不仏戦争にフランスが敗れて第二帝政が倒れるとロシアは パリ条約を破棄して国会艦隊を再建した。ロト戦争では発明されて間もない魚雷を用いてオスマン海軍の船を撃沈することに成功している。1860年の北京条約で新国から沿海地方を割上されており、この地に建設されたウラジオストクが太平洋艦隊の根拠地となる。1898年に新国から大連、 旅順地域を咀嚼したロシアは、旅順要塞を築いて、太平洋艦隊の根拠地となし、日本に備えた。バルチック艦隊機関クニャージスボーロフ。20世紀初めのロシア海軍は、バルチック艦隊、黒海艦隊、太平洋艦隊、そしてカスピ海艦隊からなっていた。日露戦争開戦時の戦力は、戦艦21隻。 解防戦艦3隻、旧式装甲巡洋艦4隻、装甲巡洋艦8隻、巡洋艦13隻、軽巡洋艦8隻、駆逐艦49隻の主要艦艇からなり、イギリス、ドイツに次ぐ、世界第3位の海軍大国であった。日本の連合艦隊と題することになった太平洋艦隊の主力は、旅巡航に封じ込められた。艦隊は、 ウラジオストクへの脱出を図るが、航海海戦で大損害を受けて阻止され、旅順陥落で全滅した。ヨーロッパ・ロシアから長距離の航海を経て極東に、たどり着いたバルチック艦隊は、日本海海戦で、ほぼ全滅する。陸海での敗戦に、国内は動揺し、国海艦隊では、戦艦、ポチョムキンの反乱が起こっている。この戦争で、ロシア海軍は、 戦艦14隻、解剖戦艦3隻、装甲巡洋艦5隻、巡洋艦6隻、駆逐艦21隻を失った、土球戦艦ガングート。1915年1907年、海軍省は、戦艦32隻、巡洋戦艦16隻、巡洋艦36隻、駆逐艦156隻からなる野心的な、喧嘩計画を提出するが、 ドゥーマの猛反対にあい、縮小した計画も承認を得られず、1909年のドイツとの関係悪化でようやく、バルチック艦隊向け土球戦艦4隻の予算が承認された。日本との関係が緩和する一方で独王とは、険約化すると1911年に国会艦隊向けの土球戦艦3隻その他の予算が承認される。1911年のモロッコ危機で、 対独関係がさらに悪化すると海軍省は大喧嘩計画と呼ばれる野心的な海軍法をドゥーマに承認させた。これは1927年までに総計戦艦27隻、巡洋戦艦12隻を建造しようとするものであったが実現することはなかった。艦隊再建の途上でロシア海軍は第一次世界大戦を迎える。このため、 バルチック艦隊と国会艦隊の作戦は、機雷戦を中心とした防御的なものになった。ロシア海軍は海戦早々の1914年8月に、食来沈没した、ドイツの軽事二艦マクデブルクから暗号表を回収して、イギリスへ送り、連合国の戦争努力への大きな貢献を果たしている。戦前に寄港された戦艦の内バルチック艦隊向けの、 ガングート級戦艦4隻と国会艦隊向けのインペラトリッツァマリー野球戦艦3隻が対戦中に竣工したが、インペラトリッツァマリー野球は戦争と内戦の混乱で全て失われた。1917年の2月革命で訂正が瓦解し、さらに10月革命ではバルチック艦隊の水兵がボリシェビキに組みし、巡洋艦アブローラが東急を砲撃した。 続く内戦の混乱によって、海軍の組織は崩壊し、レーニンをはじめとするボリシェビキの指導者は、海軍の必要性を理解せず、その結果、艦艇の多くが失われるか、行動不能になり、建造中の艦は放置されることになる。世界初の四発爆撃機、イリア・ムーロメツ西ヨーロッパ諸国や、アメリカ合衆国と同じく、ロシアでも19世紀後半から、 動力飛行機の試みがなされており、ソ連時代には世界初の動力飛行はライト兄弟よりも20年近く早い1884年のモジャイスキーによるものであると主張されていた。19世紀末にツヨールコフスキーが先進的なロケット技術の諸論文を発表しており、今日では宇宙ロケットの父と呼ばれている。1909年には ロシア航空の父と呼ばれるジューコフスキーがロシア発の航空団体を設立した。そして1914年にシコールスキーが世界発の4発飛行機イリア・ムーロメツを完成させた。第一次世界大戦開戦時陸軍は約250機、海軍は約50機の航空機を保有していた。国産軍用機も存在していたが少数生産に止まっており、 ロシア軍は輸入機やライセンス生産機主体で戦った。イリア・ムーロメツの爆撃型が製造され、シコールスキー自身が率いる爆撃隊の活躍があったもの、ロシア軍航空隊は、傭兵と運用の切裂さもあってドイツ、帝国軍航空隊を相手に劣勢を強いられている。1897年の国勢調査に基づく1905年の報告書によれば、 ロシア帝国内の各宗教宗派の概算信者数は右表の通りである。1905年の信教の自由に関する直令により公的には全ての信仰が認められるようになった。ロシア帝国の国境は正教会である。独立教会ロシア正教会の主張は教会の最高守護者の称号を有する皇帝であった。皇帝は助任権を有していたが、 教義や説教に関する問題を決定することはなかった。モスクワの救世主ハリストス大聖堂。1903年撮影。この聖堂は1931年にスターリンの指令によって爆破されている。ロシア帝国の多数を占める東、スラブ系のロシア人、小ロシア人、白、ロシア人は正教もしくは無数にある。その文化を信仰している。 東、スラブ系以外では、ルーマニア人、グルジア人も正教である。フィンランドのカレリア地方の正教とはロシア革命後の1917年に、自治教会フィンランド正教会を創設している。ウラルボルガ地方では、モルドビン人のほとんどが正教であり、ウドムルト人、ボグル人、チェレミスビトとチュバシ人も同様であるが、キリスト教やイスラム教の影響を受けたシャーマニズムとの、 今後であったシベリアでは、ヤクート人が18世紀後半頃に聖教に改修しているが、これもシャーマニズムの要素を残している。ロシア聖教会ロシアのキリスト教授要は10世紀頃のことである。以降コンスタンディヌーポリー総主教庁の管轄下に置かれ、ほとんどの不主教がギリシャ人であったが、東ローマ帝国が衰退して、バーゼル・フェラーラ・フィレンツェ公会議で、 東西教会の合同が宣言されたことを受け、1448年に、モスクワ不主教座が、コンスタンディヌポリ総主教庁から事実上独立した。東ローマ帝国の滅亡に伴って、モスクワは、ローマ帝国のローマ、東ローマ帝国のコンスタンティノープルに次ぐ、第三のローマであるという言説が見られるようになった。1589年に、 ロシア正教会は、コンスタンディヌーポリー総主教イエレミアス2世より、独立教会の祝福を正式に受け、モスクワ総主教座が成立した。ピョートル1世以前の正教会の修道院、教会は、農民の4分の1を支配し、世俗権力から独立した勢力を持っていた。ピョートル一世は、ロシア正教会を、プロテスタント諸国の国教会的な組織に、改変すべく、 教会改革を断行した。1700年に、モスクワ総主教をアドリアンが死去するとピョートル一世は、公認の選出を許さず、皇帝に、忠実な、フェオファン大主教を起用して1721年に、政務規則を作成させ、総主教委を廃止して合議制の衆務員を設け、教会を国家権力の統制下に置かせた。 皇帝の代理人である俗人の総監に指導される、衆務員は政務に対する広範な権限を有するようになり、教会は国家の一機関と化した。政界領地は国家管理とされ、独自の収入を立たれた聖職者たちは国家からの給与に依存することになり、従属の度を深めた。ロシアの東方拡大とともに、ロシア正教会も東方へと進出し、 ウラルボルガ地方の諸民族そしてシベリア先住民の政教への改修が進められた。ウドムルト人、チェレミスビト、ヤクルト人といった民間信仰の民族に対しては政教への改修は順調だったが、ムスリムに対しては害してうまくいかなかった。タタール人の上級階級の政教需要は一定の成功を収め、彼らはロシア貴族化したが、 民衆はごく一部が回収したのみで、それも表面的に洗礼を受けただけのものが多く、後に帰郷者が続出する事態が起こっている。バシキイール人は回収に強く抵抗して反乱を繰り返し、19世紀後半にロシアの半島に入った中央アジアのトルキスタン総督府では政教会による宣教自体が禁止されていた。このような動きに、 危機感を持った聖教会では19世紀後半にイリミンスキーが先例タタール人に対する現地語習慣を尊重した教育活動を行いこの方式が政府に採用されてイリミンスキーシステムと呼ばれるキリスト教を消した遺族人全般に対する教育制度が構築されることになる。帝政時代のロシア聖教会の伝道活動は 国外にも及んでおり、聖院のケンティベニアミノフは、ロシア領アラスカ発の主教となり、先住民への伝道を行った。1868年にアラスカが売却されると、ロシア正教会はアメリカ合衆国へと進出して1872年にサンフランシスコ、1905年にはニューヨークに主教座が設けられている。日本へは、 1861年に宣教師ニコライが来日して、後の日本ハリストス聖教会の基礎を築いている。ソロベツキー修道院。古儀式派の拠点となり、1668年から1676年まで抵抗を続けた。セルゲー・プロクジンゴールスキー撮影の最初期のカラー写真。1915年。 ロシア帝国は征服した土地の異臭派信徒や異教徒の改修自体はさほど重視していなかったが、ロシア語と政教を強制する、ロシア化政策が強化された19世紀後半のアレクサンドル3世の時代には、ポベドノステフ衆務院総監の指導のもとで、カトリック・プロテスタント、アルメニア教会への規制強化と政教への改修が促され、 中央アジアのタタール人に対しては半ば強制的な政教への改修が行われた。1905年革命によって信教の自由が認められると多数の人々がカトリック、プロテスタントそしてイスラム教に改修、復帰している。低政下のロシア政教会では後期のビンラニア、村司祭の貧困といった問題が深刻化しており、 19世紀後半になると、これら諸問題を解決するための教会改革を求める運動が起こり、この動きが1905年革命の際の地方公開再開と総主教制復活の要求に結びついた。2月革命で訂正が倒れた直後の1917年8月に地方公開が開催されて、T 本が総主教に選出されるが、この後、 ロシア正教会は無神論のソビエト政権下で厳しい迫害と宗教活動の制約を受けることになる。20世紀初め頃のロシア正教会の神座には3人の不主教、14人の大主教、50人の主教がいた。1912年時点の数値によると、ロシア国内には正教会の教会と礼拝堂が6万、公認された修道院298。 女子修道院400があり、司祭4万5千人、長司祭2400人、タスク祭1万5千人、修道士、修練士1万7583人、修道女、見習い修道女5万2927人の聖職者がいた。ロシア正教会以外17世紀の総主教にイコの天礼改革をめぐって、ロシアの正教会では分裂が生じ、 サーリ・アレクセイと対立した、ニーコンは失脚したが、同時に改革反対派も、正教会から波紋を受けた。ロシア伝統の天礼を誤示する彼らは、小儀式派と呼ばれた。小儀式派は、激しい迫害を受けるが、ピョートル一世の教会改革によって、ロシア正教会に対する統制が強められると、勢力を伸ばすようになり、国民の3分の1から5分の1が、 小儀式派に属するようになった。小儀式派は、ロシア正教会から分離した際に主教を書いていたため、司祭の除解が困難になり、17世紀末頃に、司祭の存在を前提とする司祭派と無用とする、無司祭派とに分裂した。無司祭派は共振の度を深めて、無数に分裂を繰り返し、勢力を弱めている。18世紀後半のエカチェリーナ2世の時代には、 小ギ式派に対する弾圧が緩められたが、ニコライ一世の時代に、再び弾圧を受けるようになり、アレクサンドル三世の時代には、ポベドノステフシュム総監の指導の下で迫害が行われた。司祭派はこれらの迫害を耐えて1881年に政府の公認を受けている。1897年の国勢調査によると、 総人口の15%にあたる1750万人が小儀式派であった。グルジアには5世紀以来の独立教会グルジア制教会が存在していたが、19世紀にグルジアが併合されると、グルジア制教会の独立が否定されて、総主教も廃止されている。ロシア人の大主教が派遣され、礼拝でのグルジア語の使用も制限されており、これに反発した。 民衆放棄への報復として、さらなるロシア化が強制されている。グルジア正教会が独立を回復するのは1917年の2月革命後であり、ロシア正教会が正式にこれを認めたのは、第二次世界大戦中の1943年のことであった。ワルシャワの聖十字架教会、1890年代撮影ポーランド人と、ほとんどのリトアニア人は、 ローマカトリックである。ウクライナ人、ベラルーシ人の一部は、東方天霊カトリック教会、アルメニア人の一部は、アルメニア天霊カトリック教会に属していた。エストニア人を含むすべての西部フィン人、ドイツ人そして、スウェーデン人はプロテスタントであり、ルター派は、バルト地方、イングリアそしてフィンランド対抗国での支配的宗派であった。 アルメニアには独自のアルメニア首都協会が存在する。1721年のニスタット条約でロシアに編入されたバルト地方のルター派協会は存続を保障され、1809年にロシアの属国となったフィンランド対抗国の教会も同様の措置が取られた。18世紀末のポーランド分割で併合されたウクライナ及びベラルーシの合同派協会に対しては、 正教会への復帰が強制されており、強い抵抗とこれに対する迫害が繰り返されることになる。1861年に、ワルシャワにおいて、総督府の兵士とミニとの衝突が発生した際に、カトリック教会、プロテスタント教会そして、ユダヤ教寺院が合同で教会を閉鎖する、抗議行動を起こして、総督を辞任に追い込んでいる。 1863年から1864年にかけて、ポーランド・リトアニアで起こった大規模な武装放棄が鎮圧されると、ロシア政府は、放棄にカトリック教会の聖職者が関与していたとして規制が強化されて、修道院の大半が閉鎖され、弾圧に抗議する司祭が追放されたため、ポーランドを国内で実質的に活動する教区がわずか一つとなる。 事態になっている。1882年に、アレクサンドル三世と教皇庁との間で、政教条約が結ばれたものの、ポベドノスセフシュム総監の宗教政策により、この合意は無効同然にされた。アレクサンドル三世の時代には、それまで寛容であったバルト地方のルター派教会に、対しても規制が強められている。19世紀に、 ロシアの統治下に入ったアルメニアは4世紀以来の長い歴史を持つ独自のアルメニア首都教会が存在しており、正教会に併合されることなく存続を許されていた。アレクサンドル3世の時代にはアルメニア首都教会も迫害を受け、ロシア化政策により1885年に教区学校が閉鎖された。ニコライ2世1世には1896年に 図書館、友愛団体も閉鎖され、1903年には、教会財産が没収される、アルメニア教会の危機と呼ばれる事態になっている。帝政時代のロシアでは、霊的キリスト教系の様々な諸派が生じており、有力なものにはドゥホボール派や信者が100万人に、達したモロカン派がある。またこの時代に誕生し極端なセクトと呼ばれていた、教派の事例としては、 フルイスト派やスコプツィ派が知られる。これらのセクトは、反社会分子として、迫害を受けた。だが、現在も存続している。ボルガウラル地方のタタール人とバシキール人そして、アゼルバイジャン人を含むカフカース諸民族の一部、中央アジア諸民族はムスリムであり、このうちキルギス人は、土族のシャーマニズムを、イスラムの信仰と合わせ持っている。 ムスリム以外のヒキリスト教徒には、ラマ教徒のカルムイク人や、シャーマニズムのサモエード人をはじめとする、シベリア諸民族がいた。イスラム教、ムスリム州務教議会によって1830年に建設された、ウファのモスク。16世紀中頃、イヴァン4世の火山繁国、アストラハン繁国の併合以降、ロシアは、ムスリム社会を内包するようになった。イヴァン4世は、 征服地に火山大主教座を置き、強制的な回収が試みられたが、すぐに撤回している。聖教に回収したタタール人はわずかであり、彼らはクリアシェンと呼ばれた。ピョートル一世はタタール人の資材を作るべく、神学校を開設させたが失敗した。18世紀に入ると新規回収者取扱局が置かれて、クリアシェンの監督と、 ムスリムに対する抑圧が行われ、火山では536あったモスクのうち418が取り壊されている。エカチェリーナ2世の時代にクリミア半国が併合されて多くのクリミアタタール人がロシアの支配に入った。エカチェリーナ2世は宗教寛容政策を取り、それまでの抑圧策を廃止して、ムスリムを統治体制に組み込む方針に転換させた。 1789年に、ムスリムシ務ム協議会がウファに設立され、この行政組織を通じて、ウラマーの統制やシャリーヤの執行、モスクの管理が行われるようになった。1831年に、クリミア地方を管轄する、ウブリーダムスリムシ務ム理事会、1872年に、ザカフカースムスリムシ務ム理事会がそれぞれ、開設されている。 18世紀末から19世紀前半にかけて、カフカースが征服され、北カフカースの山岳民族やザカフカースのアゼルバイジャン人といったムスリムが、ロシアの支配に組み込まれた。アゼルバイジャン人に対する回収の試みは、成果なく、同化政策に対する反発を引き起こしている。北カフカースの山岳民族は長期にわたって、ロシア人の支配に抵抗した。 ガスプリンスキー1872年撮影。早くに、ロシアの支配に入った、ボルガタタール人の商人や、企業家は、言語、宗教の同質を利用して、イスラム諸国との貿易に活躍して、財を蓄え、ロシアにおけるムスリム社会の経済発展そして、イスラム文化復興に貢献している。ロシアのウラマーの多くは、中央アジアに留学しており、 ブハラ半国で中心的だったスーフィズムがロシアでも盛んになった。19世紀に入ると中央アジアライサンに批判的なウツずいマニーや方言を主体的に解釈するイジュティハードを主張するクルサビーによるイスラム改革運動が生まれている。この一方で裕福なタタール商人をはじめとするムスリムの知識階層も形成されロシア式教育が行われるようなり、 彼らは飲酒をはじめとするロシア文化を受容しており、厳格なスーフィズム教団やウラマーの改革運動とは距離があった。19世紀後半になると、カフカース戦争の激化とともに、政府のムスリムへの警戒が強まり、アラビア文字、トルコ語出版物への規制が行われた。この時期にメルジャーニーやチュクリー、ナースイリーが、 ロシア文化需要を唱え、ウラマーの改革運動とムスリム知識人を取り結ぶ動きが起こっている。そして、ガスプリンスキーがマドラーサの伝統教育に代わる近代的な新方式学校の設立と共通トルコ語仕様の運動を起こし、これが19世紀末から20世紀のムスリム社会の近代化を目指したジャディード運動に結びついた。 1860年代から1880年代にかけて中央アジアがロシアのハントに組み入れられ、これらの地域のムスリムもロシア帝国の新民となった。ロシア帝国は彼らを遺族人と規定して、ムスリム社会の風俗監修に基本的に立ち入らない政策をとっている。1905年革命が起こると、ムスリムの政治運動も活発化し、 ロシアムスリム大会が開催され、ロシアムスリム連盟が発足した。ロシアムスリム連盟は、立憲民主党と共同補償を取り、ドゥーマに議員団を送り込んでいる。ユダヤ教13世紀のカリッシュ法以降、ユダヤ人に寛容だったポーランド・リトアニアの領土が、18世紀末のポーランド分割で、ロシアに併合されたことにより、ロシア帝国は、 世界有数のユダヤ人人口を抱える国となった。ユダヤ人は、ウクライナ、ベラルーシそして、リトアニアに集中しており、1897年の国勢調査では521万人になっている。エカチェリーナ2世は、ジードの秘書を用いずエブレーと呼び、ユダヤ人に権利と自由を保障したが、都市行政から排除し、1791年には移動制限を課している。 1835年に定住地制度が定められ、ユダヤ人は指定された、定住区域に居住することを義務付けられた。ユダヤ人の中には貴族に取り立てられる者や企業、活動、芸術分野で活躍する者も,もいたが国政に参、隠することは許されなかった。アレクサンドル2世の大改革の際には、ユダヤ人に対する規制が緩和されたが、1881年の、 皇帝暗殺事件の犯人の中にユダヤ人女性が加わっていたことが明らかになるとポーランドやウクライナでユダヤ人を襲撃するポグロムが巻き起こった。ロシア政府はこの事態を黙認する態度をとりユダヤ人イコール搾取者説が流布されて虐殺が助長された。事件後にユダヤ人臨時条例が制定されて農村移住、不動産取得が禁止された。 19世紀末には、中、高等教育機関のユダヤ人の数に制限がかけられ、ゼムストボからも排除されている。1903年から1906年にかけて、再び大規模なポグロムがあり、ベッサラビアでのユダヤ人襲撃を契機に、ウクライナ・ロシア西部に広まった。これには、極右団体だけでなく、警察や軍隊まで関与している。 これらの迫害によって150万人のユダヤ人がロシアを去って北米、西欧へ移住しており、やがてイスラエルの地に祖国の再建を目指すシオニズム運動へとつながることになる。彼らの移住はフランク・ゴールド・スミスなどが支援した。また、数多くのユダヤ人が革命運動に参加しており、その中にはカーメネフ、スベルドロフそして トロツキーといったボリシェビキの指導者たちもいた。ロシア帝国の時代には、ロシア固有の文化と西洋の文化が融合した、独自の文化が発達した。それらの多くは現代でも、ロシアの文化を代表するものとして親しまれている。アレクサンドル・プーシキン・レフトルスといロシア帝国の、宮廷では、教養言語としてフランス語が用いられたが、一方でロシア語での文学活動も活発と、 なっていった。ピョートル一世は、キリル文字の改革に取り組み、幾度も改定を重ねた後、1710年に1月に、新しいアルファベットを制定した。伝統的なキリル文字の使用は、教会関係に限定され、以後、あらゆる機会を通じて、市民的な事態が普及していくこととなった。ロシアにおける、近代文学の講師とされるのが、アレクサンドル・プーシキンである。 ルスラーンとリュドミーラや、バフツサラインの泉、ピョオトル大帝を描いた、聖堂の騎士などロマン主義的な詩を書き、小説では、スペードの女王やプガチョフの乱に題材を取った、大尉の娘を残した。彼は首都を追放され騎士にオフを経て、オデッサで暮らしたが、皇帝ニコライ一世が彼をサンクトペテルブルクに、召喚して、デカブリストの乱の時テートにいたらどうしたかを、 尋ねたのに対し、反乱の仲間に加わっていただろうと答えた逸話で知られる。プーシキンは流刑を解かれたが、大尉の娘ではプガチョフを好意的に描き、また、プガチョフ反乱史を執筆した。彼は、美しい妻、ナタリアをめぐるフランス亡命士官ジョルジュ・ダンテスとの、決闘によって1837年に亡くなるまで、数々の古典的名作を残し、 文章語としてのロシア語の完成に寄与した。プーシキンはそのため、しばしば、ロシア国民文学の父と評される。ヒョードルド・ストエフスキー先生権力との、緊張関係を通して文学がその力を得ていき、プーシキンが切り開いた道からは、多数の詩人や作家が現れた。ロマン主義的傾向の強いプーシキンに対し、写実主義の影響を強く受けたのが、 ヒョードル・ドストエフスキーとニコライ・ゴーゴリであった。ドストエフスキーは、貧しき人々、罪と罰、カラマーゾフの兄弟などの作品で知られる。ペトロパブロフスク要塞の監獄やオムスクの監獄に、収監されたドストエフスキーは、検閲と戦いながら、次々と対策を発表した。ゴーゴリは、花、検察官、シセル魂などの作品を残した。 ロシアリアリズム文学の祖と言われるゴーゴリの作品は、そのの幻想性や細部の誇張、またグロテスクな描写などでは20世紀文学に与えた影響も大きい。イワントゥルゲーネフもまたリアリズムに立った文学者で、ロシアの濃度性が持つ矛盾や苦悩するインテリゲンツやの姿を多くの作品で描いた。特に1852年の良人日記は、 皇太子アレクサンドルに、濃度解放令を決心させた作品と言われ、日本では、双葉帝氏名の翻訳、アヒキとしても知られる。自然主義の影響を強く受けたレフトルストイは、クリミア戦争では、将校として従軍し、この時の経験が、後の非暴力主義に影響を与えたと言われる。戦争と、平和、アンナカレーニナ、復活などの作品は、 世界中に愛読者を持ち、何度も演劇家や映画化のされてきた傑作である。トルストイは、1901年、ロシア正教会から破門されたが、作家としての名声は衰えず、読者からの支持は変わらなかった。1909年から1910年にかけては、インドのガンディーと文通しており、日本の文筆家では、徳富祖法や徳富牢家などと面会している。 社会主義リアリズムの手法を始めたマクシム・ゴーリキーは、放浪者や不老人など、社会の底辺で生きる、人々の人間としての誇りを主題とする多くの作品を残した。ゴーリキーの作品としては戯曲、どん底が有名で、日本語にも翻訳されて明治、大正期にかけて、日本文学にも影響を与えたと言われる。レオニド・アンドレーエフも日本文学に影響を与えた。 一人であり、七死刑衆物語は翻訳されて、その影響は、夏目漱石や死が直哉作品にも及んだ。ロシアでは、比較的無名なミハイル・アルツバーシェフも、大正期の日本文学に影響を与えた。戯曲では、自然主義の影響を強く受けたアントン・チェーホフが、著名であり、桜の園、カモメ、ワーニャ・ハクフさん、三人姉妹などの作品を残した。 チェーホフは、1890年には、サハリンの流刑州の生活を調査するため、シベリア経由で現地に入り、カードを用いて徹底的に調べ上げ、ルポルタージュ作品、サハリン島を表している。ロシアのモナリザと言われる、見知らぬ女。移動派の巨匠イワン・クラムスコイが、ロシアでは、中世を通じて、イコンが描かれ、王公貴族の肖像画や、 肖像彫刻さえ、その制作が近期とされてきたが、盛んに、西欧化を進めてきた、ピョートル大帝の頃から、世俗絵画が流星を見るようになってきた。また、現在のエルミタージュ美術館のコレクションに見られるように、歴代の皇帝や貴族はこぞって、西洋の美術品の収集に努めた。ニコライ・グー、ゴルゴタ・エカチェリーナ・ニ世イ地下では、 フランスのエティエンヌ・モーリス・ファルコネが、啓蒙思想家、ドゥ・ニディドロの紹介で、ロシアに招かれ、女帝の命で、リオトル大帝騎馬像を制作した。18世紀ロシア美術は、総じてフランスの影響が強かったと言える。ロシア美術の伝道として、サンクトペテルブルクに、帝国芸術アカデミーが創設されたのは1757年、モスクワに、美術。 彫刻建築専門学校が設立されたのは1832年のことであった。1860年代のアレクサンドル一世による大改革の時代には、ロシア各地より様々な階層の美術青年が帝国アカデミーに集まったが、イタリアを思考の芸術対象とするアカデミーの教授法。 芸術館との間で圧力が生じ、イワン・クラムスコイをはじめとする14人の画学生が、作品の出品を一律なものではなく自由なテーマと、するよう求め、それが叶わなければ揃って大学するという G コ行動を起こし、結局のところ13人が退学した。クラムスコイは、美術家たちの同業者団体、美術家組合の事務所とアトリエを、 ペテルブルク郊外のバシリエフスキー島に構えて創作活動に忙しんだ。移動派の一人はシーリース・ーリコフによる重兵処刑の朝クラムスコイをリーダーとする一軍からロシアの歴史や民衆の生活を写実主義的な手法で表現し社会悪を訴え各地で移動展覧会を開く画家グループが登場した。それが移動派である。移動展覧会の提案は モスクワから美術家組合に参加したグリゴリー・ミャソエイドフよりなされた。クラムスコイもこれに賛同し、1870年、移動美術展覧会協会が設立された。アレクセイ・サブラソフ、ミヤマガラスの飛来移動派による移動展覧会は1871年から1923年にかけて48回開かれた。開催地も サンクトペテルブルクやモスクワだけではなく、キエフやハリコフ、カザン、オリオール、リガ、オデッサなどの諸都市に及んでいる。第一回の展覧会には、ニコライゲー、ミャソエドフ、クラムスコイ、イラリオンプリアニシニコフ、アレクセイ・サブラソフなどの作品が出品された。また、第二回の展覧会には、クラムスコイの代表作、ゴーヤのイースス・ハリストスが出品されている。 民衆の救済のために命を捧げたハリストスの像はブナロードという運動の主張にも合致していた。移動派の導入はリアリズムに立つ芸術家としてその活動が世界的にも注目を浴びた。民衆の貧しさだけでなく美しさを苦しみだけでなく忍耐や力強さを描いた作品は大きな共感を持って迎えられたのである。 イリア・レーピンの代表作、ボルガの船引き移動派の画家の中で書くことのできない芸術家としてイリア・レーピンがいる。ウクライナのハリコフ県に生まれたレーピンは、ペテルブルクの美術学校でクラムスコイに才能を見出されて激励を受け、また民族芸術の創造をというクラムスコイの思想にも共鳴して美術家組合にも参加した。1873年には、 アカデミーの旧非正として、ヨーロッパに留学し、フランス印象派の影響も受けたが、それのみには飽きたらず、ボルガの船引き、クールスク県の十字架更新、農作業をするトルストイ、イワン・ライテーと、ミコイワン、トルコのスルタニエ手紙を書くザポロージャ・コサックなど、社会的な対策、また、歴史画や風俗画の数々を発表した。移動派の中心となったクラムスコイ、レーピン、ゲイ、 スーリコフらを支援し、作品を購入し続けたのが、モスクワ在住の豪商パーベル・トレチャコフとその兄、セルゲイ・トレチャコフであった。兄のコレクションを相続したパーベルは後に、美術館を開き、コレクションも含めて、モスクワ市に寄贈した。これが、現在のトレチャコフ美術館である。1914年に描かれたワシリー・カンディンスキー、フーが同じ頃、 モスクワのアブラムツェボに所在する実業家、サーバ・マモントフの屋敷では、ロシアのメディチとも呼ばれたマモントフの庇護の下ロシアの伝統的な民族文化を保護し、復興させようという美術家集団、美術家連盟が結成された。イリア・レーピンもこれに加わり、バスネツォフ兄弟、ミハイル・ネステロフ、ビクトル・ハルトマンらが活動した。このグループは、陶器や工芸品など、 その後の造形芸術の発展にも大きく寄与した。コンスタンチン・コロービン、冬の月を19世紀後半から世紀末にかけてのロシア美術は激動する社会の影響を受けて多様に展開した。ロシアの印象派を代表するのがコンスタンチン・コロービンであり、象徴主義を代表するのがミハイル・ブルーベリーである。 1899年にアレクサンドル・ベノワ、レオン・バクスとセルゲー・リアギレフの三者によってペテルブルクで創刊された美術雑誌、芸術世界は移動派批判を展開し、アール・ヌーボーの装飾美術や舞台美術を作り出した。芸術世界派と呼ばれるアーティストには、コンスタンティン・ソモフ、ワレンチン・セイロフ、ボリス・クストーディエフ、 イバンビリビン、イーゴリ・グラバリ、セルゲイス・デーキン、ニコライ・リョーリ・フラがいる。19世紀末から20世紀初頭にかけて、世界では、パブロ・ピカソや、アンリ・マティスラをはじめとして、多様な抽象芸術が生まれたが、ロシアにおいてもワシリー・カンディンスキーが現れ、しばしば抽象絵画の祖と言われる。カンディンスキーは1912年には、 美術理論書、芸術における精神的なものについてを刊行し、1914年には、連作、コンポジションを発表した。帝政時代、ロシアの音楽は、飛躍的な発展を遂げた。西洋の音楽技法を授与しつつも、伝統的な音楽の要素を活かし、独自の位置を占めた。ロシア音楽は16世紀半ばに巧妙な成果の、 作曲家が排出し、独特な寄付法を用いて、聖歌集が編まれ、そこでは独自の多生法が用いられるなど、ロシア独自の発展を遂げていたが、17世紀中央のモスクワ総主教ニーコンの改革などを通して、従来の伝統が覆され、ポーランドやウクライナから西洋的な楽曲も流入し、平成ロシア開始の頃には単純な三和音の音楽が広がっていた。 ミハイル・グリンカ・ピオートル一世は、直接、ヨーロッパ音楽を輸入し、その後歴代の皇帝は、パリやウィーンなどから音楽家や、舞踊家を招いて、ロマノフ朝の宮廷に、バレエやオペラを導入した。特に啓蒙先生君主エカチェリーナ二世の時代には、バルダッサーレ・ガルッピ、トンマーズ・オトラエッタ、ジョバンニ・パイジエロ、ジュゼッペ・サルティ、トメニコ・チマローザなど、 名だたるイタリアオペラの作曲家が、相次いで宮廷学長として招かれ、サンクトペテルブルクに長く滞在して、ロシア人学士を奮闘した。ロシア人音楽家の中には、イタリア留学を命じられる者も,もあり、ウクライナ生まれのマクシム・ベレゾフスキーは1771年に、ボローニャのアカデミア・フィラルモニカ・ディボローニャの正会員に、認められた。学生ボルフガングア・マデウス・モールトが、 同アカデミアの会員となった翌年のことであり、ベレゾフスキーに出された試験の課題はモーツァルトに出されたものと同じだったという。また、イタリアで研鑽を積み、ロシアで長年宮廷学長を務めた人物にドミトリー・ボルトニャンスキーがいる。イタリア時代の彼は、 地元のオペラ劇場で実際に上演されるオペラの作曲をいくつも手掛けるほどイタリアオペラに精通していた。19世紀、ロシアは音楽文化の面でも国際的な水準の作品を生み出すに至るが、その最大の功労者がミハイル・グリンカである。グリンカはムチオ・クレメンティと共にペテルブルクに来たアイルランド人ジョン・フィールドにピアノの手ほどきを受け、 正規の音楽教育こそ受けなかったもののバイオリン、声楽、指揮、作曲などを一通り学んで、イタリアでも勉強して、オペラ作曲家として名を上げるようになった。しかし、西欧音楽を吸収していく過程で、ロシア人音楽家としての自覚が高まり、ロシア的な作品を作りたいという願いが高まったため、ベルリンで、 音楽理論家として知られたジークフリートデーンに指示して、音楽理論を体制させた上で帰国した。しばしば、ロシア近代音楽の父と称されるグリムカは、愛国的なオペラ、皇帝に捧げた命に続いて民話に題材を取った、オペラ、ルスランとリュドミラ、さらに還元楽曲、カマリンスカヤなどの作曲を行った。ルスランとリュドミラでは、ロシア民謡のみならず、 ロシア帝国内に多数居住するムスリムの諸民族の音楽を取り入れて、ロシア音楽における一大特徴とも言えるオリエンタリズムの基礎を作った。名門貴族の子息として育ったアレクサンドル・ダルゴムイシスキーは、当初サロン音楽の分野で有名であったが、帰国したグリンカと知り合い、その影響下でロシア語のイントネーションを音楽化する方法を研究し、ルサルカ、 石の客などのオペラにその成果を反映させた。ダルゴムイシスキーは、音楽史的にはしばしば、グリーンカと、ロシア5人組との橋渡しをした存在と目される。アントン・ルビンシュテインユダヤ系の商人の家庭に生まれた、アントン・ルビンシュテインとニコライ・ルビンシュテインの兄弟は、フィールドの弟子のビル・アーンにピアノを習い、ヨーロッパでデビューして、ロシアのピアニストとして、 初めて世界的名声を博した。特にアントンは、ピアノの魔術師、フランツリストと並び称される巨匠として扱われた。それに対し、弟ニコライは、チャイコフキーの親友としても有名である。ライバル同士でもあった二人は、1859年から1860年にかけて、提出の支援を受けて、 ペテルブルクとモスクワにそれぞれ、ロシア音楽協会を設立し、その付属施設として、ペテルブルク音楽院を1862年、モスクワ音楽院を1866年に、創設した。ペテルブルクは、アントン、モスクワはニコライが主導し、これにより、両首都に、定期的な演奏活動が定着し、音楽の職業教育が確立した。ピョートルチャイコフスキーと、 ロシア5人組のバラキレフ、キュイ、ボロディン、ムソルグスキー及び R イコール、コルサコフ数学を専攻していた火山大学を、大学後、ペテルブルクで、グリーン化に会い、音楽に進むことを決心したというミリー・バラキレフは、芸術評論家ウラディミル・スターソフト進行を結び、1856年に、軍事技術アカデミーに勤務する貴族の音楽愛好家、セザリー・キュイと出会って、 積極的な音楽活動を始めた。バラキレフは、1857年には、若い陸軍士官モデストムソルグスキーを弟子として、受け入れ、1861年には、海軍士官、ニコライリムスキー・コルサコフを、1862年には、医学アカデミーの科学者、アレクサンドル・ボロディンを迎え入れて、スターソフの理論的な支援を得て、彼らを指導し、 ルビンシテイン兄弟主導による完成のロシア音楽協会に対抗した。ペテルブルクに結成されたこの音楽家集団をバラキレフも含めてロシア5人組またはロシア国民学派と呼んでいる。彼らは自らを新ロシア学派と称し反西洋、反プロフェッショナリズム、反アカデミズムを標榜した。1862年にバラキレフと 9位が中心となって始められた無料音楽学校は広く首都の市民を集めてアマチュアの音楽教育を普及させた。無料音楽学校の運動は財政的基盤に乏しく経済的にしばしば危機に陥ったがロシア革命の起こる直前まで全ロシアで活動を続けた。彼ら5人はまた バラキレフを除いて、全員が音楽とは別に劣気とした職業を持ち、音楽家としてはいわば、素人上がりであり、いずれも大貴族の出身であった。ロシア5人組の作品としては、ムスルグスキーのオペラ、ボリス・ゴドゥノフと、ピアノ組曲、展覧会の絵、ボロディンのオペラ、イーゴリコー、ルイコール・コルサコフの公共組曲、シェヘラザードなどが、特に有名である。 ペテルブルク音楽院の最初の卒業生となった、ピョートル・チャイコフスキーは、卒業と同時に、モスクワのニコライル・ビンシュテインに招かれ、モスクワ音楽院の教授となった。ロシアが生んだ世界的な作曲家であるチャイコフスキーの、音楽は、当初民族主義的傾向の濃厚なものであったが、彼を特徴づけるのはむしろ主観的な抒情性,性であり、数々の還元楽曲の他に、眠れる森の美女、 くるみ割り人形や、白鳥の湖などのバレエ音楽で知られる。チャイコフスキーはしばしば、ロシア5人組と対比されるが、5人組が、いずれも大貴族出身で音楽を生活を糧にする、必要がなく、音楽をむしろ神聖な芸術と考えたのに対し、チャイコフスキーは、資産のない官僚上がりの一大貴族の子息であり、 商人出身のルビンシュテイン兄弟同様、音楽に進んだ以上はそれで生計を立てていかなければならなかった。その意味でチャイコフスキーは、音楽上、職業主義を標榜せざるを得ず、音楽に向かう姿勢も、また職人的であった。アントン・ルビンシュテインがペテルブルクを離れて、欧米で、花々しい演奏活動を開始したのは1867年のことであった。 ロシア5人組では、ロシア音楽協会の音楽監督を後継したバラキレフが、提出との関係がうまくいかなくなり、1871年には、音楽協会を離れて、給与生活者となった。また、音楽院で作曲を担当した、R イコール・コルサコフは、正規の音楽教育を受けたことがなかったため、しばらく音楽理論の習得に専念しなければ、ならなかった。 それに対し、1870年代に演塾期に入ったチャイコフスキーは80年代には世界的な音楽家として知られるようになった。R イコールコルサコフの作曲活動が演塾期を迎えるには1880年代後半を待たねばならず、それまではチャイコフスキーの作曲活動が目立っていたのである。 1893年のチャイコフスキーの死去後、R= イコールコルサコフのオペラ作曲家としての活躍が目立つようになり、その晩年には毎年のように名作オペラを発表した。19世紀末から20世紀初頭にかけては、モスクワからセルゲイ・ラフマニノフ、アレクサンドル・スクリャービン、そしてペテルブルクからはイーゴリ・ストラビンスキーとセルゲイ・プロコフィエフが登場した。 また、世紀末には不正出の名歌手で、歌う俳優との異名を取ったヒョードル・シャリアピンが、現れている。19世紀後半は、ロシアの伝統音楽でも、革新のなされた時代であり、バラライカの父と言われるワシー・リー・アンドレイエフは、バラライカの改良に生涯をとし、それに、ドムラと、グースリの両弦楽器を加えて、1896年、 最初のロシア民族楽器オーケストラを結成した。ロシアミニオンも得意であったカシュシャリアピンは、アンドレイ・エフと信仰を持ち、また、バラライカに対する造形も深かった。フランスの宮廷文化として発展してきたバレエは、フランスでは大衆化とともに低俗化して廃れたが、ロシアでは、フランスの宮廷バレエが伝わり、貴族の足並みとしての社交ダンスの奨励と、 歴代皇帝の舞踊秘行を受けて発展した。ロシアにおけるバレエの伝道の一つ、モスクワのボリーショイ劇場。新古ニオ式の外観とバロックロココの税を尽くした内装は、ロシア帝国の建築の成果の一つである。提出劇場として建設された、ロシアバレエの伝道サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場1738年。 フランス人、ジャンバティストランデの首相のもと、女帝、アンナ・イワノブナによって、ペテルブルクに、ロシア発のバレエ学校が設立された。それが、提出演劇舞踊学校である。この後、ロシアのバレエダンサーたちは、オーストリア出身の F ・ヒルフェルディングやイタリア人 G、カンツヤーニなど外国人教師たちの指導のもとで、バレエを学んだ。 1783年、エカチェリーナ2世の直命によって、ペテルブルクに、ボリーショイカーメンヌイ劇場が、オペラバレー専用の劇場として建造された。なお、ペテルブルクでは、1859年に、マリーンスキー劇場が建造され、ボリーショイカーメンヌイ劇場が、老朽化のため取り壊された後、提出劇場としての、役割を担い、演劇舞踊学校によって育成された。 バレエダンサーを中心に、帝政ロシアのクラシックバレエを主導した。一方のモスクワでも、18世紀中央にはすでに、貴族の邸宅で、演劇や舞踊が行われ、専用の劇場として、ペトロフスキー劇場も設けられて、これらは、ペテルブルクの提出劇場の管理下に置かれるようになった。これが、現在のボリショイ劇場であり、その起源は1776年に遡る。 いわゆる、ボリショイバレーは、1773年に始まった、モスクワでの個人の児童へのバレー教育を、起源としており、提出劇場となったボリショイ劇場が1825年に、現在地に建てられ開場したのと同時に、その付属のバレー団として発展した。1801年、著名な、フランス人振付家で、 ダンサーでもあったシャルル・ディドロがペテルブルクを来訪し、ボリ・ショイカーメンの履劇場を中心に活動し、提出舞踏学校の指導を引き継いだ。ディドロは、ナポレオン戦争の際フランスに一時帰国するが、その後も20年以上死去するまでロシアに留まり、ダンサーのレベルを格段に向上させた。また、振付の際を、ロシアの地で開花させ、現在、 ペテルブルク派と言われるドラマティックなバレエスタイルの基礎を築いた。ディドローが育てたバレリーナにアフドチアイストミーナがおり、名家と歌われた。一時代を作ったフランス出身のバレエ振付師、マリウス・プティパ1847年にペテルブルクを訪れた、フランス人バレエマスターのマリウス・プティパは、19世紀後半をして、プティパの時代と称するにふさわしい一時代を築いた。 プティパは、マリーンスキー劇場で働いた約60年の間に、チャイコフスキーやアレクサンドル・グラズノフ、チェーザレ・レプーニ、レオン・ミンクスら多数の優れた音楽家たちの協力を得て、パキータ、ジゼル、ドン・キホーテ、バヤデルカ、眠れる森の美女、白鳥の湖、くるみ割り人形、ライモンダなど46に及ぶ、バレエ作品と数多くのオペラのための踊りを創作した。この時代はまた、 チャイコフスキーが音楽を担当したことで、従来、舞踊の伴奏に過ぎなかったバレエ音楽の質を、飛躍的に高めた時代でもあった。プティパの演出の中でも1890年の、眠れる森の美女と1895年の、白鳥の湖第一幕、第三幕は特に傑作と言われるが、プティパのアシスタントで、白鳥の湖第二幕を担当した。 レフ・イワノフによる史上あふれる振り付けは今日でも、しばしば完璧な演出と評される。アンナ・パブロは1898年には、ミハイル・フォーキンが、提出バレエ学校を卒業し、1904年から1916年に、かけて、母校で舞踊の指導に当たった。フォーキンは、バレエのフォームにおける真の基礎は、人間の自然な動きにあるという信念にのっとって、 革新的なバレエ教育を実践した。彼もまた、ショパニアーナや、アンナ・パブロワのために振り付けた、品種の白鳥などの名作を残している。この頃活躍したダンサーには、ロシアバレエ界の名家アンナ・パブロワのほかバーツラフ・フニジンスキーや、タマーラ・カルサビナ、オリガ・スペシフツェワなどがいる。20世紀初頭には、雑誌、 芸術世界の発刊者としても知られるイベントメーカーのセルゲー・ディアギレフによってマリーンスキー劇場のメンバーを中心としたロシアバレエ団がヨーロッパ各地で講演を行った。ロシアバレエ団は次第に西洋の芸術家たちをも巻き込みながらその活動は大戦と革命を挟んだ20年に及び芸術界に新風を送り込んだ。この活動はバレエを オペラの一部としか考えてこなかった、西欧人たちに衝撃を与え、その試みの斬新さや、リハルト・シュトラウス、パブロ・ピカソ、ジョアン・ミロなどを含む、当代一流の芸術家たちの参加によって、ヨーロッパの観客を熱狂させたのである。ロシアバレエ団のパリ公演は1909年に始まったが、その時の目玉は不正室のバスとして知られた、上述のシャリアピンが出演する、 ロシアオペラであり、当初、バレエは全面に出ていなかった。ただし、ニジンスキーとカルサバナが踊った、バラの聖、アルミードの館は、パリの観客にも好評で、ここに、バレエ団の名が定着したものである。この公演には、アンナ・パブロワも参加したが、後にディアギレフとフワーになり、バレエ団から離脱した。パブロワは、1913年以降はロシアをも離れ、 ヨーロッパや北米、南米、さらには日本、中国、インドを含むアジアを巡業して、ロシアバレーの成果を各地に伝えると同時に、インドや日本では地域伝統の舞踊を学んだ。ここに舞踊という身体表現の相互交流が世界的なスケールで展開されたのである。関連画像、ビオトル大帝が建設した首都サンクトペテルブルクが、 西洋の都市計画に従って建設され、さらに、西洋各地の様式の建造物が造営された。それを機に、ロシアの建築は、宮殿や劇場などを中心に、バロック建築、ロココ建築や新古典主義など西洋の様式を取り入れた建造物が建てられた。一方で、教会建築はオウムネビザンチン建築に由来する。 伝統的な様式とバロックロココ様式の融合された独自の様式のものが建設された。19世紀の様式反乱期には他のヨーロッパ諸国同様に新古典主義様式、ネオルネサンス様式、ネオバロック様式の建造物が建設されたが、西ヨーロッパで見られた西方教会に見られるネオゴシック様式の代わりに東方性教会に見られる。 ビザンチン様式が使用されたことが、西ヨーロッパと大きな違いである。19世紀の自由主義運動、革命的知識人をインテリゲンツィアと言い、ツアーリズムや、濃度性などロシアの更新性を批判し、社会改革運動の中心となった。インテリゲンツィアは、ブナロードを掲げ、啓蒙とツアーリズム打倒の運動を繰り広げたが、農民には、 受け入れられた者の,の関係の弾圧を受け、運動は挫折した。その後、バクーニンらの無政府主義や、ニヒリズム・テロリズムの活動へと分散した。自然科学分野では、科学者のドミトリ・メンデレーエフが著名である。元素の周期率表を作成したことで知られる、メンデレーエフは、石油産業の発展についても提言し、それまでバクーの発展を妨げていた。 石油生産地の独占賃貸制度の撤廃を強く訴えて1872年その廃止を実現させた。これにより、バクーにはスウェーデンの科学者でロシアで機械工場を所有していたノーベル兄弟がタンク車やタンカーなど機械部門で進出するなど、バクーの石油業が著しく発展した。また、多段階ロケット理論を提案したコンスタンティン。 ツヨールコフスキーもロシア帝国の末期に現れた物理学者である。彼のロケット理論や地球は人類の揺りかごである。しかし、揺りかごで人生を終える者はいないと人類の宇宙進出の提唱は当時は受け入れられなかった。しかし彼の思想は後にソビエト連邦の人類初の人工衛星の打ち上げや有人宇宙飛行の成功に大きく寄与する。 ロシア帝国の親民は、貴族、聖職者、名誉市民、商人、町人、職人、カザークそして農民といった身分に分けられる。カフカースの先住民や、タタールスタン、バシュコルトスタン、シベリアそして、中央アジアのヒロシア系住民は遺族人と呼ばれる、区分に公的に分類されていた。1897年の国勢調査の結果によると、 ロシア帝国の身分別割合は、世襲貴族、一大貴族、管理、聖職者、名誉市民、商人、町人、職人、カザーク、農民、遺族人、フィンランド人、外国人、身分不詳、その他となっている。有力家門、五立院屋出身の将軍、ドミトリー・ブラディミロビッチ五立院貴族の夫人、アレクサンドル・ブリュイオルフが、 1824から25年ピョートル一世の改革によって古くからの貴族階層がモスクワ大公そしてツアーリに奉仕する少量種の士族階層に吸収された。ロシア帝国では管理や軍人として勤務することにより貴族になる道が開かれていた。関東表で定められた旧等官になった文部官は一代貴族、そして部官は六等官以上。 文官は四等官以上で、世襲貴族になれた。また勲章を得ることでも、貴族身分を取得することができ、世襲貴族の多くは受訓によるものである。ピョートル一世は、従来の公爵に加えて、伯爵と断爵を設けている。公爵と伯爵は、古くからの家柄の貴族と勲行のあったものに、授けられ、断爵は主に、 バルト海沿岸部のドイツ系貴族に与えられており、全体的には、爵位のない貴族が多かった。貴族は、土地と濃度を所有する権利を有するが、一大貴族は、国家勤務の宝玄で生活しており土地を持たない者が、多く、濃度も所有できない。1858年頃のロシア帝国には、約100万人の貴族がおり、濃度を所有できる。 世襲貴族は61万人になり、このうち実際に濃度を所有する者は約9万人であった。貴族として対面を保つには100人以上の濃度が必要とされるが、濃度所有貴族のうち約78%は濃度所有数100人以下であり、100人以上の中流貴族は約22%、1000人以上の上流貴族は1%に過ぎない。 ピョートル一世やエカチェリーナ二世は、西欧宮廷文化の輸入、模倣を進め、貴族教育の制度も整えられた結果、18世紀末には、ロシア貴族は完全に西欧化した。貴族や上流階級の間では、当時の国際語であったフランス語やドイツ語が用いられるようになっている。ピョートル一世は拡大する。 行政機構の管理の必要のために、貴族の国家勤務を強化して、差別を厳格化し、また、一子相続令によって、家領の分割を禁じ、当主以外の貴族指定の収入を立ち国家勤務を事実上強制化した。だが、国家勤務は貴族にとって大きな負担であり、 貴族の勤務忌費やサボタージュといった抵抗が後を絶たず、アンナの時に実施相続令が廃止され、勤務年数も短縮されている。そして、ピョートル3世が貴族の自由についての布告を出して、貴族の国家勤務義務が全廃された。上位官職についていた貴族は勤務を継続したが、多数の中小領主が地方に移り住み、領地の経営に専念するようになった。 しかしながら、18世紀後半には、貴族社会の中でも、関東表の投球が、家柄や財産よりも重んじられるようにもなっており、管理の半数近くを貴族が占めるようになった。エカチェリーナ2世は、貴族階層の支持を権力基盤とし、特権認可状が交付され、さらに広大な国有地が可視されることによって、貴族の黄金時代となった。地方行政も貴族に委ねられ、 彼らは、県、軍ごとに、貴族団を組織して、大きな影響力を持った。1861年の濃度解放後は、その影響力を減じたが、軍、県ゼムストボやドゥーマでも有利な選挙制度を与えられている。主教と聖職者。1892年撮影。聖職者身分は公認されたキリスト教の聖職者に、与えられ、人頭税。 体系そして徴兵を免除されていた。聖教会の聖職者は、独身の黒像と再退している白像がいた。上位聖職者は、黒像が占め、白像は、町や村の司祭で、助人時点で再退していなければならないが、妻が死去した場合は再婚は許されなかった。在属司祭の教養は、概して低く、軽蔑の対象となっていた。 ピョートル一世の教会改革の際に、政務規則が作られ、聖職者は皇帝への宣誓を義務付けられている。政界所領の行政権を国家管理とされ、事実上国有化された結果、修道士たちは国家からの給与によって生活せざるを得なくなった。修道院の新設は禁じられ、修道士数も制限され、活動にも様々な規制が加えられた。世襲が許されていた。 在属死災職についても新たに神学校での教育が義務付けられたが、ラテン語の暗記教育は効果が薄く、世襲を固定化して身分的閉鎖性を強めるだけの結果になった。聖職者たちは国家の安全に関わる国会の秘密を報告することを命じられており、定政時代の教会は国家の自助と化していた。名誉市民は ニコライ一世の時代の1832年に、勃興しつつあったブルジョアジーに与える目的で、創設された身分であり、人頭税、兵器、体系を免除されていた。一代貴族や、聖職者の子には世襲身分として与えられ、また高等教育を受けた者や14等官になった、管理、功労ある商人、芸術家にも、終寝身身分として与えられた。史上、 クストーディエフが、1910年、都市住民の身分には、商人、町人そして職人があり、各々の,の身分団体を組織していた。商人はギルドに所属している裕福な商人や、手工業者であり、営業を止めれば、身分を失う。ピョートル一世は、都市住民を組織化して、都市の自治権を裕福な市民に委ねた。エカチェリーナ二世は商人を、貴族。 聖職者に次ぐ第三身分とするべく体系と人頭税の免除や独占的営業権の特権認可上の付与により保護育成を図っている。やがて農民身分出身の農民イコール商人の対等により従来の商人身分層は衰え1863年にすべての身分の者が商人身分に転換することが認められた。 商人と貴族の一部そして、農民身分出身の資本家がロシアにおける、ブルジョワジー階層を形成した。商人は流動性の高い身分であったが、人口は20万人程度にとどまっている。商人と職人は、エカチェリーナ2世が1755年に出した、証書により、商人身分から分けられた小売商人や、冷裁手工業者であり、都市住民の大部分である。 18世紀末のロシアの都市住民は198万人で、総人口に占める割合は4.2%に過ぎなかったが、定政終焉時の1917年には2600万人となり、総人口の15.6%に達している。ロシア軍のカザーク騎兵。1914年。15世紀から16世紀に。 南ロシアやウクライナで形成されたカザークは農業に従事せず漁業、狩猟そして略奪を制御とする軍事共同体であり、ロシア帝国の支配に組み込まれて、以降は特別な軍事身分となった。南ロシアドン川遊域のドンカザークは、モスクワ大公国、ロシアツァーリ国において有力な政治勢力を形成していた。ツァーリアレクセの時代にドンカザークは、 ラジンの乱を起こして、政府軍に鎮圧され、以降ドンカザークの自治は失われた。ドンカザークは、ピョートル一世の1707年にもカザークの特権を守るべく放棄している。ヘイチマンを狩領とする共同体を形成していた、ウクライナのサポロジェ・カザークは17世紀の、ツァーリ・アレクセイの時代に、ポーランドの支配から離れて、ロシアの保護下に入った。 大北方戦争の際に、ヘイチマン国家の首領、イヴァン・マゼーパがロシアから離反したことにより、自治が制限された。エカチェリーナ2世の治世に入ると、ロシアの支配はさらに強められ、1764年に、ヘイチマン政が正式に廃止され、1785年までに、ヘイチマン国家体制は、完全に廃止されて小ロシアと名付けられ、直轄支配に置かれた。 カザークによる最後の大反乱であるプガチョフの乱以降、カザークは中央政府の管理下に置かれるようになった。南部国境にカザーク軍管区が置かれて行政は軍事省の管轄とされ、牙に巧みなカザークは軍役を課される代わりに土地割り当ての優遇を受けた。1827年以降、ロシア皇太子が全カザーク軍団の頭んとされた。ロシア帝国は、 騎兵の中核戦力としてのカザーク軍団を編成するとともに、辺境防備のためにカザーク集団をシベリア、中央、アジアそして極東に植民させている。1916年時点で13軍管区443万人のカザークがいた。カザークは革命運動の弾圧に用いられ、ロシア内戦では多くのカザークが白軍に加わって戦っている。 ロシアの農民、セルゲイ・プロクジン・オルスキー撮影のカラー写真。1909年。大農金の取り立て。アレクセイ・コルズーッキンが。1868年。徴兵された農民との別れ。イリア・レーピンが。1879年。ロシア帝国市民の大部分は農民である。農民は、国有地農民、政界量農民。 御領地農民そして領主農民に分けられる。1858年の調査では、農民人口の55%が国有地農民と御領地農民であり、45%が農土であった。農民身分では、農村共同体と農土解放後に組織された村団そして里が身分団体にあたり、新規にこれに登録されることは事実上不可能であった。 農村共同体は村長と村会からなる農民の自治組織で、高地牧地、口地そして森林は農村共同体の共同所有とされ、工作地は村会の決定によって定期的に各農民に割り替えられていた。農村共同体は体制側の統治の道具としての側面もあり、農税と徴兵は農村共同体の連帯責任であった。農民は 人頭税に加えて領主に対する酵素と不益の義務を負っていた。伝統的な産保式農業によるロシアの農業は気候の厳しさに加えて農村共同体による土地利用は私的意欲が欠如し機械化も肥料品種改良の導入も進まず収穫率は低いままで停滞した。ロシアの工業化の進展とともに多くの農民が都市で 出稼ぎ労働者として働くようになったが身分は農民のままである。これら農村からの出稼ぎ労働者は工場労働者の主力となり19世紀末には新たな都市労働者階層を形成することになる。ロシアの農村共同体の起源については古くから論争が続いておりスラブ派は原始古代的共同体の異性であると唱え西欧派は近世になって 人頭税の導入に関係して発生したとしている。ピョートル一世以前への回帰を唱えるスラブ派は、農村共同体の共同体精神を高く評価し、知識人は、農村共同体を社会主義的理想に禁似したものと、捉え、ナロードニキは農村に入って、農民たちに革命思想を啓蒙しようと試みている。二十世紀に入ると、農村共同体は、 先制体制に抵抗する闘争拠点と化し、1905年革命の際には農村共同体が地主の追放を決め地主を焼き打ちする運動が広まっている。これに加えて共同所有による生産性への弊害も多く、ストルイピン政権は農村共同体を解体して自衛農を育成しようとする土地改革を図ったが、 農民の強い抵抗を受けており、共同体を離脱した農民は20%程度に止まっている。濃度ロシアにおける濃度は、貴族の領地に住む土地に緊迫された農民である。15世紀頃までは、農民の移転は自由であったが、農民の逃亡に苦しむ、中小領主を保護すべく、サーリー・バン3世とイヴァン4世の時代に、移転期間制約と移転料が設けられ、 やがて全面禁止となった。そして、1649年に、ザーリ・アレクセイが定めた、会議法典で、逃亡農民の追求権が無期限となったことで、濃度制が法的に完成した。ピョートル一世は、税収確保のために、貴族のホロープにも、人頭税をかけてこの制度を消滅させたが、これにより、濃度の社会的地位が、さらに低下する結果となった。 啓蒙先生君主を辞任するエカチェリーナ2世は即位当初には濃度性の改善を試みる意向を示したものの貴族の支持を権力基盤とする彼女は濃度性を一層強化させている。エカチェリーナ2世は広大な国有地を貴族に賜物組みして約80万人もの国有地農民を濃度と、なし、彼女の時代に濃度性の前世紀となった。 国有地農民やご領地農民が人格面では自由であり、保有地の処分もできたのに対して、農土は領主の個人的所有物とみなされており、人格面での霊俗を強いられ、領主から刑罰を受ける一方で領主を告訴する権利はなかった。生活に干渉されて結婚を強制されることもあり、農土は売買の対象とされ、 土地や家族と切り離されて売却されることもあった。濃度は国家に対する人頭税の他に領主に対して、酵素もしくは不益を課されており、国土地帯では酵素が、非国土地帯では、不益が主に課された。いずれも、国有地の農民や御領地の農民よりも過酷であり、不益は、領主直営地の農作業や工場、鉱山での労働で、 週3日からほとんど毎日の場合すらあった。18世紀後半になると濃度性は、ロシアの更新性の象徴として、批判の対象になり、改革を目指したアレクサンドル一世の非公式委員会では、濃度性の廃止も議されたが、その実施は限定的で効果のないものに終わった。反動政治を行ったニコライ一世も、農業改革を考え、 濃度への模範とするべく、国有地農民、五領地農民の待遇の改善を行い、地主が自発的に土地を濃度に分与する直令を出したが、これに応じたものは、わずかしかいなかった。クリミア戦争の敗北によって、濃度制への非難が強まり、アレクサンドル2世は改革を決断し、1861年に濃度解放令が交付された。だが、この濃度解放は、 地主の利益に配慮した不徹底なものであった。濃度は人格的支配から解放され土地も分与されたものの地主に有利な価格での優勝であり支払い能力のない濃度に代わって国家が建て替えたがこれにより元濃度は国家に対して49年負の負債を課せられこれを払い終えるまで一定の義務を負担する一時的義務負担農民となった。 土地は個人に対してではなく農村共同体を基礎に新たに組織された村団に分与されて買い戻し金の支払いは連帯責任となり農村共同体の役割がさらに強化されることとなった。加えて地主には土地の3分の1から2分の1が保留地とされたことで元農土はかなりの土地を切り取られている元農土は重い負担と 土地不足に苦しめられ、元地主から、高地や金、穀物を借りることになり、その支払いのために、元農土たちは、地主の畑を耕作し、農間期には、都市で労働者として働く、経済的冷俗に陥ることになった。キルギスの遊牧民、バシーリー・ベレシチャー銀河、1869年から1870年、遺族人は、 民族的区分の法律用語である。ほとんどの場合、この用語は、シベリア、中央、アジアそして、極東の先住民に対して適用されるものであった。この区分は特定の範疇の住民の扱いに対して、いくつかの帝国の法律を適用することは、不適当とみなし、伝統的風俗習慣の保護を含む、特別の法的地位を与えるべく導入されたものである。 この用語は、法令以外の分野でヒスラブ県諸民族に対して、拡大的に用いられ、野蛮人、ダメな連中という部別的な意味も込められるようになった。法的な遺族人の定義は、スペランスキーのシベリア行政改革の一環として、1822年に出された遺族人統治規約、シベリアキルギスに関する規約が始まりである。遺族人に対しては、兵役の免除、 放牧地の保護そして宗教と内政の自治権を含む特権と特別待遇が与えられていた。遺族人の権利と義務は彼らの階級に従い、ロシア人と同等であるが、彼らの自治に関して、ロシア人と異なるいくらかの特権を有していた。遊牧を制御とする民族は、ロシアの農民と同等に取り扱われるが、自治と裁判は、中央アジアにおける。 風俗習慣に従い、また彼らの使用するべきもの、もしくは財産として、一定の土地が指定され、ロシア人の入植は禁止されていた。もっとも、現地総督府の農民入植推進の施策によりこの保護策は骨抜きにされている。1835年には、ユダヤ人も遺族人に加えられたが、居住制限を受ける一方で、兵役は課されている。ありがとうございます。